スマイル大魔王です。ゴールです。それでは引き続き秘蔵映像17を探す旅が始まります、はい、では今日の作戦をお願いします。前回ね、エビス負けるな、エビス屋でね1万両で出せればっていうことは、まあ、できませんでしたと。はい、ダメだったんですよ。だが私はまだ諦めていません、はい、エビス屋で何かがあると思っておりまして、うん、この決裂でエビス屋が敵対するんですね。そうですね。その時にエビス屋が一瞬だけいるんですけど、うん、そのエビス屋に攻撃を当てればもしかしたらよく頑張ったねみたいなねご褒美がもらえるかもしれない。そうね、実況中は当たんなかったんで、うん、ちょっとガチで今回、はい、エビス屋に攻撃を当てに行きます。ありとあらゆることをやっていきましょう。はい。お代官様と二人、大いなる悪党を目指してのし上がろうと思っていたのに、お代官様と来たら娘ばっかり可愛がって私を見向きもしてくださらない。私のことは遊びだったんですね。なんだよ。私を裏切ってあんな女とくっついたのくん、覚え知るがいいよ。おい、エビスよ。エビスや、エビスや、エビスやがおらん。用心、一人もおらん。もしや、エビスやのやつ。さあ、はい、それではまず罠からね、はい、あの当たりそうな出の早い罠から順番に試していこうと思います。1秒、 0.1 秒を無駄にしたくらいで丸ボタンを連打します。そうだね、コンマで、うん、武器選択中に時間が進まないことを願うっていう、うん、多分ね、うん、大丈夫です。あ、本当、消える前に、エビス屋すぐ消えちゃうんで、うん、消える前に罠を当てていこうと思います。さあさあ、君だよ、君。ご機嫌いかがですか、お天気です。この前大変だったんだぞ。弁天堂はそんなことしないぞ。そうだそうだって、弁天堂様は。あれだって、君が当たんかい。あましろ、そういうのがあるとないか。そうだそうだ、尻拭いばっかさせやがって。なんかすごい顔が、眉毛カツラの線があるんだよな。いや、小林さあ、ここら辺もマルボタン連打します。そうね、マルボタン連打で。さあ、逃がさ、ダメか。おぉ、しかし、まだ、うん、じゃあ一番最初から使える。お、エビス屋の上に置けるな。オッケー。で、そうだね、チャージタイムが丸ボタン押したと同時に三角ボタン入れた、うん、なるほど。あー、全然ダメだ。あー、全然ダメか。じゃあ罠はダメか。ダメだね。じゃあ武器を当てる作戦、あー、ダメか。ダメだね。た、そうね、これでダメならもうダメだね。さあ、では、うん、罠はもう絶対当たらないことが分かったので、物理的に不可能だったので、はい、もう足で稼いでもらいます。そう、武器でエビス屋をちょっと当てていこうと思います。まずは威力の剣です。威力か、威力の剣から。威力、威力、威力か、はい、いきます。間に合え。あー、ダメだ、ダメだな。ダメか。じゃあ遠距離攻撃入れこう。そうだね、オッケー。じゃあ次行ってみよう。今の最速だもんね、うん、触れたけど、エビス屋に触れたけど、当たり判定はあるんだね。あ、確かに、うん、そうだわ、当たり判定あるわ。よし、はい、ではあの、うん、近距離武器はもう当てるのが難しいことが分かったので、はい、遠距離攻撃でいきましょう、はい、もう右上にすぐ出てるけどね。そうね、押しっぱなしで早めに。はい、オッケー。アホドラ化学光線銃を、話が終わった瞬間撃つと、この顔に。あー、ダメ。まだ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 、あ、これ通り過ぎてんね、通り過ぎてんね。念のため、そう、念のため違う武器で行ってくる。そうだそうね。まあ分かんないね、この後ね。あ、ダメだね。ダメだなー。あー、まあ、間に合わないね。なるほど。あー、ほんとだ。なるほど。
では続いて、うん、この第10話にも恵比寿屋のあのグラフィックが出るので、はい、行きますか。そう、開始直後真後ろにいるので素早く行きましょう。はい、ゴー、ゴー。さあ、じゃあ実況の時はあまり気にしてなかったけど、右後ろにいるらしいということで、はい、すぐに振り返って、うん、あの今回あの罠は使えない回だから武器だけでこうこ当てていこうということで、武器は履力の剣でまずいきます。なるほど、もう近接でね、うん、武器でまずやりますか。すごい顔してるよねこれ、声悪い、声は超絶可愛い、こっちは可愛く見える。さあ、レビス屋が、はい、あのここでエビス屋の位置を確認。あ、なるほど、この後に喋るのかな、エビス屋が。あ、このもう右後ろだよ、帰ってきたけど切るっていうね。そう、ここだね、許されて罰を与える、一瞬で。そうだね、ふっと振り返ってまずはフォースの力でいけ。あー、ダメかな。さあ、作戦第2ということで、今回はピラミッドを持ってきております。はい、燃えるやつ、はい、で私が燃えた日に直接エビス屋が燃えればダメージが入るのではというね、なるほど、考えのもと今言っております。なるほど、で自分についた火を移しに行くってこと、はい、なるほど、どっちにしろ近くで撃って、それわっちゃ、どっちにしろ、あー、あー、ダメだ、間に合わないな。はい、じゃあ、うん、一応エビス屋に炎を当てつつ最後まで勝ってみました、はい、通り抜けたんですけど、うん、当たった判定があるのではと。そうそうそう、一応ね、でね、なんかね、今回だけなんか先生が何も喋れなかったんです。そう、断末魔ね、うんとか痛いとか言わなくなったので、もしかしたら何か兆しが出てる、兆しがあるかもしれない鼻、鼻の下引け引け、そう、引けがね、喋らなく、おー、喋らなくなっちゃったんで、これは何かあるかもしれん、ね、判定が下ったんじゃないかという淡い希望をもとに頼むぜ、頼むぜ。二つってすごいよね、うん、まだ二つ見つかってない。あー、出なかったの。そうですね、